はい、どうもー、中TV チャンネルです。今日は静香先生ですけど、はい、今日は新ハロゴじゃなくて、はい、ベラベラしゃべるので楽しみです。よろしくお願いします、はい、この間優先席の話をしたじゃないですか。バス、はい、お坊さんの、はいはい、バス編っていうことで、うん、ローカルバスの、はい、結構乗りこなしてるんで、まあ、向こうで生活するとなったらバスに乗らないと嫌でも、乗らないといけない場面が出てくると思うんですけど、はい、ネタを、はい、いやだ、まずバス停なくないですか。ないですね。まあコロンボとか行くとですね、一本棒が立ってたりとか、はい、で最近はなんか待合みたいなコロンボだったら、あ、そうなんですか、あったりするんですよ。屋根がついてたりとかあるじゃないですか。シナモングランドの前とかはそんな感じですよね。そういうのもでき始めてんだけど、でも一般のところはまずないんですよね。バス停とかも立ってるところもあるし、ないところもありますね。そうなんですね。だからバス停がどこだかわかんないんだけどまあ地元の人に聞けばね、はい、バスどこって言ったら大体教えてくれるからその辺みたいな、ね、そんな感じですね。基本的には何も書いてないんですよ。書いてないですね。行き先とかね、バス停の名前も書いてないです。でしょ。そう、バス停の名前がわかんないからすごい困りますよ、ね、確かに。これはね、解決法はないんだけどでもね、最近 Google マップに出始めてるんですよ。あ、そうなんですね。バス停が、へえ、素晴らしい。そう、進化でしょ。嬉しいです。で、まあ、間違ってることもあるんで気をつけてほしいんですけども、うん、なので、もうね、Google に頼るしかないねっていう結論。そうですね、そんな結論でも、言葉が話せればここになったら言ってねって、あのバスのコンドスタラに言うと声かけてくれるので、そういう方法を私は使ってます。あ、それはそう、もちろんバスの中に入る前編をやってます。そうバス停編をやってます。あと適当な場所で手を挙げる、止まってくれます止まってくれますよね、まあ、バス停じゃないとこ、バス停じゃないとこでも大丈夫です。でもそれでも結構田舎だよね。コロンボとかはね、警官がいる時は止まってくれないんですよ。本当はいけないことなんで、うん、あれは田舎の風習だったんですね。いや、ゴロンボでも止まってくれるけど無視するバスとかも今増えてますね。そうなんですね。警察に捕まっちゃうからみたいなね。このバス乗る、はい、乗るのは後ろから乗って前から降りるのが基本なんです。それは基本なんですけど、通常からなんで、あの前から乗っちゃっても、コンドスタラにどこに行くのって聞いて、コロンボって言って乗んなって、なぎんなって言われて、うん、乗るときは前から乗っちゃいます。で、乗ってどうすんだよって、支払いとかね。支払い、はい、支払いはバスの車掌さん、はい、コンドストラ、コンドストラ、はい、で、それに行き先を告げて、はい、どこどこって言うと何ルピーって言うと、はい、それを渡せばいいんですけどね、はい、降りるバス停の名前とかもしくは町の名前とかも覚えてないと乗りにくいんですけどね、うん、そうですね。大きなホテルの名前とかでも分かってもらえないこととかもありますね、はい、あります、あります。シナモングランドとかでも分かんなかったですよ、ね、クレスキャット、そうなんだそう、これ多分あるあるです、ね、あるあるだよね。ローカルトークじゃない、はい、シナモングランドホテルなんですけど、一般的にはその横にあるショッピングモールのね、うん、はい、クレスキャット、クレスキャットっていう名前なんですけど、現地の人たちはそっちで認識してるんですね。だからクレスキャットって言わないといけないですね。だからそういうね、いろんなややこしいこともありますけど、そうです、まあ、それは住んで経験するしかないですね。うん、そうです。で、降りるときはね、チーンとか、はい、あとバヒナワ、バヒナワって言って降りるんですけど、で、これもね、現地のバスに乗ってみた編っていうのは、あ、そうなんですか、はい、参考にしてほしいなって、それはぜひぜひ思うんですけども、はい、年寄りに席譲ったりもしますよね。かなり早いですね。しますよね。日本みたいにこう何秒か迷うとかってないですよね、はい、もうちょっと気づいたらさってもうすぐ、そうですね、すぐ年寄りとかに席譲りますよね。そうですね。あとね、荷物をね、この持ってあげるんだよね。そうです。あの立ってる人が結構でかい荷物とか持ってたり、カバンを座ってる人が自分を預かってここに置いてる、はい、膝に。で、やっぱりスリランカのバスは結構デンジャラスなんでね、で荷物をね、両手に持ってたりすると大変なんで、その持ってあげるっていう文化がすごくないみたいな。素敵ですよね。ね、俺も最初何カバン取ろうとしてんかと思ってしまって、はいはい、なんじゃと思ったけど、まあそういうシステムなんだよね。それがね、素晴らしいですね、システムやな。私のところに持ってって言われた時、私なんかスリランカの一員になった気がして嬉しかったです。そうかもね、確かに、はい、そう、それは素晴らしいことなんだけど、あとでも気をつけてほしいことは、ね、結構不利があるんですよ。で、特に外国人、ね、狙われるんですね。もちろん全ての人が悪い人じゃないんですけど、外国人見て悪さをする人もいるので、そうですね、薬とか
ね、気をつけてほしいんですけども、あとですね、空港の辺のバスがちょっとわざと狙ってるやつらがいるんで気をつけてくださいね。プリですか？はい、空港からのバス、お金があるからですね。そう、お金も気をつけてほしいことですよ。実にあとね、降りる時なんだけど早めに立ち上がるでしょ。あ、はい、ですよね。早めに立ち上がってこの前の方にスタンバイして、そうでしょ、あれね、速やかに降りないでしょ。あれはもう暗黙のルールで、日本だったら止まってから立つじゃないですか、うん、はい。だけどスリランカの場合は止まる前にもうね、早い人は前にバス停を出たらもう立ってたりするんですよ、うん、で立ってスタンバイするんだよね。そうですね。でも止まったらサッと降りて、もうサッと出発みたいな感じ。もたもたしてると本当に降りれないんですよ。降りれないですね。で、日本式みたいに止まってから立ったら多分降りれない。もう出発ですね。そう。だからこれはね、早めに降りる駅に着く前に立ち上がって降りる準備しなくちゃいけない。でもね、その目的地の前のバス停がどこかがわからないからめちゃくちゃ大変ですよね。そうですね、確かに。戦いですね、バスの中は。本当にね、荒、はい、いので。ファイトモードです。座ってても捕まってたりするからね。この感じでね、ローカルバス乗るの結構大変なんで。はい、でも楽しいですよ、乗りこなせると。楽しいですけどね。一番安いんですよね、移動手段の中で。電車よりも、トクトクよりも一番安いのがバス。めちゃくちゃ安いですね。めちゃくちゃ安いです。なんで重宝するんですけど、ね、はい、旅行なさるとね、もっとリーズナブルに旅が驚くべき金額で移動できるので。本当そうですよね。はい、こんな感じで、はいはい、今日はちょっとバスのこと楽しかったです。すごくなんか思い出していろいろ。そうですけど、はい、バス編、バスで気をつけることとか、はい、バスの中の楽しいこととか楽しいこととか、大変なこととかね、はい、注意してほしいことなどをお伝えいたしました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日バス編でした。はい、ありがとうございました。